ロストジャッジメント、前回の続きからプレイしていきましょう。つまり、間宮ユイは痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。被告人が痴漢した動機を説明するには、三越葉殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで、初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は、誤審を誘導することで、殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は、三越葉の死体がまだ出てなかったから、気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ。矢上先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください。高野健二、私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。お前もいい印象ないけどな。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。源田先生、沙織さんのキャリアを心配してたけど、自分が若い頃は検察に喧嘩売りまくってたんだな。源田事務所の弁護士魂はいつの間にか沙織さんが受け継いでいたらしい。話を戻しましょう。あ、すいません。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ。法を貶め、嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。何だと？ああ、失礼、遅くなりました。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですが、そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。フルネーム。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず、続けてください。私が思ってた以上に、ここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明宏の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。
であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人。あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか。江原の控訴について俺は今どう考えている、どう答える。江原の有罪判決は間違っていた。三越葉殺しを償わせる。でも本当にこれだと思うんだよね。無実を証明するとか有罪判決は間違ってるとか、そこよりもあくまで三越葉殺しの罪を償わせる。で、まあ引いては沢先生が死んだっていうことに対して責任を取らせるっていうことだと思うんだよね。江原にはきっちり三越葉殺しの罪を償わせるべきだ。人殺しが罪を逃れることを俺は見過ごせない。いやはや、それを審理するために痴漢事件を控訴するのか。だとしたらとんだお門違いだ。矢上さん、確かにおっしゃりたいことはわかるんですが、三越葉殺しはあくまでも痴漢事件とは別件です。え、あれ、そう、ここは痴漢事件の控訴について話し合う場なので。いや、そっか。じゃあ、なんだって言うんだ、ムカつくな。無実を証明してみせる。有罪判決は間違っていた。一緒じゃないのこれって。江原の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮結衣と江原が事前に会っていたんだったか。ならその証拠は防犯映像でも残っていたか。いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮結衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ。防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。何だと。俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。江原の痴漢を証拠づけていた防犯映像には大きな穴があったはずだ。それは死角だよね。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二。いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮結衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。だから凶暴だっつってんだろ。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか、高野さん。俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。
なら疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっともおそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ねえ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。わかるね君。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。殺人動画だけで有罪判決をひっくり返せない。そもそも法廷に出すこともできないってことか。あー、どうしたもんか。てかずっとその服着てんだね、裁判官って。お前は帰んないの？沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ、公安の？その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど、話が早くていいですね、八神先生。この局面に現れる公安の人間が楠本玲子の件と無関係なわけがない。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？あ、そうなの？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも思い越しを上げなきゃならなくなったとか？桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事？管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ？そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか？おっしゃってる意味が分かりません。間違いない、この男が RK を動かしてる。少なくとも相場に指示を出してる連中の一味だ。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない、それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな？なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知、残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？
奴をかばう理由があるのか。分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通帳だ。さてこっからどう動いたもんかな。敵は桑名を探してる。こっちはどうする。なんだろうなーって感じだな。いや確かにさ、っていうかまあその矢神自体もさ、その桑名がさ、良くないってことを理解してるわけで、結局今、まあ、一時休戦してるっていうだけっていうのは実際そう言ってたし、だけどさ、なんか違うじゃんって感じだよ。お前あのさ、え、登場会なくなったんだろ。なんでお前普通に刀持ってんだよ。よいしょ、はいはい、よし、はいはい、よいしょ、はい。危ない。よし、オッケー、よし、はいはい。すごいな。よいしょ、よいしょ、オッケー。ダグ、時間食っちゃったよ。ワイチキ飛び跳ねて喜んでるやつがいたな。よっしゃ、いらっしゃいませ。食べて今回は終わっとくか。 SP ラッキー唐揚げ定食。よし、いただきます。みなぎってきたぜ。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。